とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクララジオンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。今、レベル1から、パワー1からスタートしてるんだけども、ルーン文字の場所が、わかんないのよ。ルーン文字の場所。で、そのルーン文字の場所が、わかる小技っていうのがあるらしくって、それを今日やってみようと思います。その方法が、ルーン文字を集めるときに、行かなきゃいけない、ここだね。キャンプの、この建物の中の、犬の肖像画。まあ、確かにあるよね。普通に、人の肖像画とかもあって、一番奥かな、に犬の肖像画があるんだよね。この肖像画大体なんだろうな、制作者かな、制作者を描いたやつ。いやでもドクロとかあるもんな。まあ骨っぽい人なのかな。まあわかんないけども、で奥に犬があるよね。この犬に、ほんだ、触れる。犬を触るとそのルーン文字のヒントが出てくるらしいんだよね。わかった。このヒントはわかった。今のは、あれでしょ？黒曜石のシャトーの場所だよね。スイッチの場所だよね。何これ、何これ。でもまあまあ、ここら辺にあるよっていうヒントがここで出てくるのか。なるほどね。これは知らないよ。知らなかったな。で、ちなみに、あと4つです。あと4つで、ルーン文字が完成します。お、なんだこれ？何？いや、ヒントって言われても、これ全然わかんないな。キーゴーレムとかがあって、キーゴーレムが何のヒントなんだろうね。まあ、とにかくここでね、ヒントがわかるらしいです。どんなヒントかわかんないけども。でも俺が撮ってないのは、ここ。シャトーと、ハイブロックホール、で、砂漠の寺院の燃える火事場。残り4つなんだよね。多分そのヒントがこれなんだと思います。はい。まあ、皆さんもまだ撮ってなければ、ここを触ってみてください。ヒントらしきものが現れます。まあ、どんなヒントなのかは俺はちょっとわかんないんですけどね。はい。ということで、またね、レベル1からのやつ、どんどん進めていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。